ナーに。行くぞ、新フォーメーション。ボールコートマンツーマンディフェンス。そうきたか。ひとたびヤツにボールを持たされば止める術はない。紫バラがゴール下にたどり着く前に仕掛けて、強引にスタミナと総力勝負に持ち込んできよった。突破するにはこっちも総力だ。走れ。動きを止めたら一気に捕まるぞ。ちょっと待て。走れ。こいつ、いつの間にわしのマークに。ただのオールコートマンツーマンじゃない。細かくマークチェンジを繰り返してる。言ったでしょ、新フォーメーションだって。これはクロコ君のスティールを最大限に生かす、ステルスオールコートマンツーマンディフェンス。ディフェンスを突破するには走力とパス回しが重要だが、クロコ君が頻繁にマークチェンジして神出鬼没、迂闊にパスが回せない。パスがダメなら、こいつ、クロコがいるのを分かっててわざと抜かせやがった。